Hitofude-ryuu はですね、江戸時代から伝わる伝統技法で、龍のこう胴体を一筆で途切れず描くっていうところから、まあ、ご縁が途切れないとか、お客様が途切れないとか、お金が途切れないっていう、まあ、縁起物で、古くから伝わる技法です。上向きの龍はやっぱりその運気を上げるとか、まあ、そういう意味合いがあって、下向きの龍はこう守護するっていう、守っていただくっていう意味合いがあります。強弱と、まあ、小刻みにこうずっとずっとずっとこう止めながら描くことによってこう鱗が出るんですよね。あと、まあ、僕オリジナルで言うと龍の玉の中に、まあ、梵字って言って、まあ、神様を表す文字ですね、まあ、そういうのをお客様に合わせて入れたり、でも商売してる人はこう商売繁盛の神様を入れたり、まあ、ちょっと病気で健康を祈願したい人は薬師如来さんの梵字入れたりとか、まあ、そういうのが僕オリジナルで。海外でいうと一番行くのがフロリダの美術館で、まあ、個展とパフォーマンス、あとまあギャラリーもですけど、あとまあ、モンゴル、あとまあフィリピンですね。フィリピンでは向こうの政府の方とチャリティーをやってて、絵のオークションの売上代金を全額寄付するっていう活動はさせてもらってます。